県と県内市町村が進める県域水道一体化について奈良市の中川市長は現状での議論の進捗状況では参加の是非を決定できないと改めて慎重な姿勢を示しました県域水道一体化は人口減少に伴う収益の減少や職員の不足などが課題となる中県と市町村が施設を共同化し投資の抑制などを目指すものです 奈良市を含む県内27市町村は去年1月、水道事業等の統合に関する覚書を締結しました。しかし、奈良市は柔軟な議論が難しいとして、今年2月に開かれた協議会には欠席。昨日、荒井知事と準備協議会の代表として、5つの市と長が会見を開き、奈良市に事業参加に向けた議論を呼びかけていました。 これに対し中川市長はきょうの定例記者会見で協議会への参加は引き続き継続するとしながらも現段階の事業方針では参加の是非を決定できないとする考えを改めて示しました中川市長は県が提示している事業に必要な投資額およそ161億円について各市町村が算出した投資額を積み上げただけで妥当かどうかは議論が必要だと述べました そして、広域化には各自治体の現状と経営計画についてのより詳しいデータをもとに料金設定などのシミュレーションを行うことが重要で今後も県に投資額の試算の根拠となるデータの提供を求めるなど議論の継続については前向きな姿勢を示しました何をまあよりどころにして船出をしていくのか その設計図を作る段階だと思っていますでこの設計図がやはりもろいものであればです、ね、あの船出をしてすぐにあの座礁してしまうということになりかねないと思っています、そういった意味では、各市町村のより詳細なまあ現状とこれからについての経営計画を、しっかりとデータをまずみんなで共有をする、でそのデータに基づいて、しっかりと議論を深めるということが大事だと思っていますまた、奈良市は今後、 今月20日に県域水道一,一体化に関する懇談会を開き県が作成した案について有識者や市民の代表などから意見を聞くことにしています。